じゃなくてフラッシュを購入しています。笑顔作敵を入れてそのまま止まらないが掛け銃抜きました。ファーストブラストはリジェクト、そしてそのままフラッシュドライブを入れて入っていく。レーダーだけでゼファー起動が止まらない。スパイクが落ちてしまい2段3段複数射線パーフェクト。ファーストラウンドはリジェクト、 A メインは竹重がクリアリング、さらには0ポイントも入っている。 B メイン外倒しに行ったメデューサゼファー、ただマーケットからも来るぞ。2射線通っていたメイン、ガイディングライトを入れて勝負するが足元に隠れているメデューサ、うまいです。フラッシュドライブインセンディアリー0ポイント、アミテの押収竹重、おお、そしてノリセント。バイラウンドとなりました。オペレーターを出しているのはゼファー。スモーク抜き。ただ、A ショットの前目飛び出ているが、ノリセント逃げれないが、ブリアンていった。さらにはメデューサのカバー。リジェクトには力がある。まだ引かない。メデューサ。自分は中央にいるんだと。それをアピールするが、ここはネスが落とす。消防士に行きます。A メインの先には3名。タイミングが合えば、ダブルキルもあったか。いや、ここはネスが素早い反応。ワンオンツー。あと30秒。トッポガチはオーライような場所に移動しましたね。武器を取ると音が鳴ってしまう。オペレーターのまま行くしかありません、ゼファー。テールウィンドもない。ヘブン下。おお、ここは半身。トッパガチが壁抜きのヘッドショット。スポン。かなり強気なアングル、ゼファー。おお、開けていく。さあ、シーカー越し。中央進行は竹石が抑える。こうなると苦しいのは B 面側。さあ、これで CR スタイルが崩れました。オペレーターの射線。ゼファー、このアングル、ガイディングライトで避けるが、レーター。B でキャリアダウン。ブレイドストーンも飛び交っている。ボーン抜け。ゼファーのカバー。30秒。残り HP4。仕留めたぞ。ポポガチ。ポイントない。レーターを抑えればワンチャンスがあるか？だが横から、取らせはしない。リジェクト5本目。オールドローンスタート。オペレーター。ただ張り付いているメデューサには、気づいているか？いや！横からダブルキル。クラウドバースト生き残っている。メイが倒すが、もちろん帰ってくるヌルコマンド。アメキが使えない。エイムで語るしかない。ボブガチメイ、サイト中のレイター。残り1名。男ならエイムで語れ。ポポガチトリプルキル。いやー、ポポガチ埋めますね。3名でオフアングルだが、シラーのステップ、ここは引き切れない。ポポガチのカバーもゼファー、ミニ交換となりました。できるだけ耐えきらなければいけない。 A メイン強気に打ち合ったが、ここはメイ。さらには裏取り警戒、タレットが置いてある。これで裏1名というのがバレてしまいますね。これで反応しました。ショートを取りに来ている。だがショートはメデューサ。メインも落とせれば大きいが、ガイディングライト食らっちまった。残り1名、うん、そして A メインも、いやー、この位置からマンチキン。いい位置です。ポイントで探り出します。お互いの膠着状態。ただこの位置、メインのカバー、そのまま A 側への進行。ハンターズフィリー捉え切った。そして A メインもゼファーが対応している。残り1名。さらに浅い後ろからの足音。追ってくる。ハケットの勝負。敵へはないか。いや、銃口が見えた。ここはメデューサ。来ない位置にいるぞ。すれ違っている。おー、でも落ち勝った。ここは焦ってる。ちょっと、ゼファーずれてしまったか。取り返しに行くレイター。そこはポポガチが抑えている。さらには B メイン。オールドローンでエリアを広げていく。苦しい展開となったメデューサ。サイト中に取り残されます。さらにはシーカー、オービタルストライク。うん、これで少し止まりましたが、リコンがまだあります。あと30秒。ただシーカーの飛びから見て、フロムザシャドウ、スパイクプラントは A サイト。
間に合うか。ダブルキル乗り点2オン2に持っていくことは成功。ただメインの位置が厄介です。 A ショートにいるのか、それとも A メインに回るのか。早めのリテイクを決めている。ただパラノイアピンポイント刺さっている。いや最初なんか、あーメデューサが落とします。距離が近かった。インセディアリー1オン1出ますか。そこアビリティはない。タレットは残り10秒。メディーさんハーフ解除。メイが打ち合い。3名の配置、裏から3名はクレイジーラ君。パラノイア、ただ読んでいるか。スポー抜け合わせる。いやー耐えてる。メイネス後ろからもカバー入った。捉えきれないノリ戦。ファーストステルが鍵になるか。パラノイア、ネスからのパラノイアで勝負をしました。さらにはナナツアームでのキル。 B サイドの中ほぼ勝ちは耐えているが、ここはセファーが落とします。中央はネスが抑えている。人数不利。ゼファーキルを狙ったがマンチキン。 1V3 レーター。メインのガイディングライトもある。横から勝負だが、ここはネスが抑える形となりました。え、ここからはラッシュの構え。メリフォーク乗り線が落とされた。お客さんが逃げれないマンチキン。ただ横にはネスが控えているぞ。いや、ここはレイタが対応した。スパイク設置成功。4対3。自分から2名、アビリティを入れて飛び降りを狙っているか。メイが落とされる。お互いの打ち合い。そして今みたいにゼロポイントを投げながら、確実にサイトを潰しながらのエントリーでしたね。これは返せません。ただこのラウンドはアステルのロックダウンもあります。A メインが取れれば A メインからのロックダウンでサイト中を封殺というのも考えられますが、ショックボルト設置をさせません。さらにはマンチキン。 A メインからも合わせる。さらにはポポガチ。残されたタケシ 1V3。 パラノイアピンポイントに当てていきました。最後はポポガチが、失礼いたしました、ネスがタケシを。そして変わってゼファーのブレイドストーム、横からは合わせてる。ハンターズフューリー、いいドライブ。相手の位置は分かっている。リコンを打って素早くサイト中。パーの足音、サイト内聞き逃しませんでした。さらには中央メデューサが落としていく。フロンザシャドウで B メインの外に転送。リジェクト9本目。うん、リジェクトのおっと、このまま B が行きましたね。ロックダウン返した。いやーでもダメージが入ってる。これ無理やり行きますね。アッパーの打ち合い、ここは重要だ。ポポガチの顔は入るが、メデューサの後ろからカバー22交換。オービタルストライクでロックダウンも壊していく。サイト内はすでに取っているな。リジェクト3対3、設置のタイミングを狙いたいが、メインが間に合わない。キャンセル。このリコン映らないようにアップドラフト。おお、うまいですね。テクニカルですね。メインが少し HP がないか。ガイディングライト、ただいや、これはレイタの立ち回り。残り1名、ローバー上がっている。やったよ。残されたマンチキン、ディピコ出た。タケジ、タケジはクラスク、クラスク。トレールブレーザーの後に飛び出したマンチキン、ブレイクアウト。逆にブレイクで追っていく。パラノイアが帰ってくる。打ち勝ったのはゼファ。ただサイドラインにはまだメイがあるぞ。ショートから飛び出したところもタケジ。そしてヘブ乗っているかゼファ。1対1。
パイクを設置。オールドローン追い込まれている。ポポガチ、うん、一歩先ケット止まらないぞ。さあ B 面だけで横からジャッジ、だがここはデファン最大でアステルが粘るが B メインの進行が止まらない。いやー早いですね。すでに竹地はオービタルストライクが上がっている。レータンはハンターズフューリー、さらにはメデューサのこの位置、銃口が見えた。残った1面ガイディングライト食らってない。のリテイクに対してはどのような対策を取るのか。メイドシーカー、ビーコンだ。このシーカーはメディスが反応する。さあメディス先に飛び出たが、ここはネス、オペレーター外してしまう。アッパーエリアが抑えられている。バスルマーチキン、ブレイドストーム、サイトーク見えている。ほらエクサマーチキンしまいましたから、このラウンドはブレイドストーム以外使えない。さあ銃を抜けていったが、ここはマンチキンメイ、ガイディングライトでもう1名いるのが分かっている。ポポガチ2名抜いていった。残されたタケジェ、ハンターズフューリーのカバー、デファーのオペレーターワンテック。いやここでオペレーターです。トレイルブレイザーの出てくるところ狙っていました。さあフラッシュドライブから中央飛び出ている。メイは避けている。オペレーターのカバーもありましたが、人数有利はクレイジーラ君。メデューサこの動きはどうだ。タレットがある。データが取り返せと。メデューサ足音が聞こえている。これ2名いるのも分かったかもしれませんよ。うわまだ3名いますからね。ただこのオールドローンいいタイミングで出たか。さあバレてしまった、行くしかない。リジェクト斉藤くん、あと30秒。奈々さんも壊している。ポポガチのいい位置、そしてアステルのカバーでの飛び出し、ダークカバー、最後ポポガチアステル、ポポガチアステル、おお最後はネス、輝きなヘッドショット受けている。あ警戒してますよ。ファーストブラッド竹地カバーは、いや相手の背中を狙った。フラッシュドライブ警戒、うまいですね。まだ飛び出るか。ノリ戦2名消すと、あ大きいですよこの2名は。3対2、ここに HP が少ないのがメイン。クラウドバーストの隙間、足が見えている。おう、スモークのギャレーター、もうこのメデューサの動きによって読まれてしまっている。データの離婚が上がるまで待つか。メデューサはタレットもある。さあ離婚サイトーク確定。ゆっくりと包囲網が完成しようとしている。ネスシラウンドステップ、おっ、うわシラウドステップ、うわーデファーの勝利。ネスの天才プレーもあったんですがクラッチならず、素早いリテイクができたのもメデューサのおかげでしょう。アルティメットオーブを回収した瞬間もう B に飛ぶのを分かっていて、中央側から B メインに速攻走っていたんですよ。はい、いやー後半サイトラカポポガチアステル粘らなければいけないが、サイトラカポポガチダブルキル、まだ生存している。サイトラカには竹地のみ横ついた。こうなると裏取りのゼファーが生きるか。失礼いたしました、マンチキンですね。マーケットのマンチキン、そしてスポンガの2名、かなり苦しい状況。くたばれレーター、パラナイを食らっているが、リコンの開始、横から飛び出た。おっとガイディングライト勝負に出たいが、マーケットの車線、最後毒の仮面、まずはおっと、マジで飛んでいった。アランボットで反応したから倒しに行った。さあその隙に浴場からの進行、ここはリジェクト。
設置に成功。ノリ戦がポフガチを落としています。そしてランプに対してのトレイルブレイザーネスを発見、挟み込む形ですが、後ろからナイフを持っていたノリ戦、ネスが落とします。スティームビーコンだ。そしてスティームビーコン、ハンドガンラウンドからスティームビーコンです。サイトラダーマンチキン、そしてエンショートはネス、確実に相手を落としていっている。空爆が入りますが、ここはネスが抑えましたね。そこでマンチキンの位置がバレる、逃げ切れるか。その先にはメデューサ、挟み込みました。上がっている。それを受けてスロー進行、サイトラがスポーンの入りもタケシェが抑えている。そしてサイトラはレーター、バイクを捨てる。ここはネスはファントムのセーブです。上から狙っているナンドリ戦です。横をついた。ここはネスの HP を削り、さらにはポポカチも落としている。イグロスで回復。あー、ただこれインセンディアリーを読んでマンチキンを潰しに行ってますね。インセンディアリースネークバイト、相手の解除阻止のアビリティがふんだんにあるリジェクト。サイトナカ、いやー怪しいスモークがある。ガイディングライトで飛び出したレータ、横から焦る。だがスネークバイトがサイクロインに降り注ぐ。ショートはタケジェメデューサ、焦ってる削りがチームまとめ屋に対して人数をかけています。スモーク、すれ違い様、窓を挟み込む形となりました。タケジェメデューサのキル、ブレイドストームを持ったマンチキン、ズンボットで HP が削られました。ポポガチ頭が見えている、頭が見えている。アップダウンダブルキル。さあこれで分からなくなった。さらにはリコーデューサーがポポガチダブルキル、見えてないぞ。残されたメデューサもネス、スリフティークレイジーラ君だそうにもしていますが、おっと抜けた。深い位置まで入っているが、そこにはネス。そしてゼファーは壁に来てかなり HP を持っていかれる。ランプ進行はレータ、挟まれているネス。眠れ、ハンターズフューリーを返すポポガチ、ランプ進行レイが取り返す。おお、レイダブルキル。タケジェ、なんとか B に飛んで設置までは持っていけそうですが、 1V3。 ただこれは落ち着いて囲うような形ができています。トレイルブレイザー、裏からポポガチまでは持っていけそうです。そうですね、そんな位置から。ただ途中でオビタストライクを構えている。打ち込んだが横からメデューサ、ポポガチ落としている。逆にオービタルストライクはこちら側にもあるんだぞ。解除をしてみろ、飛んでくる。おっと時間がない、間に合いません。クラッチ、誰が老犬だって。このラウンドリジェクト、毒の壁よ。 A のセットのような形になりそうです。2点でありすれ違っていると。ただここはしっかりとネスを見ていた。 A ショートでの打ち合い、スモーク判断、いやセーブの判断ですね。この配置だと B 側に行くとなると、窓辺のアランボット B ロングに行くとタレットが、そして A 側はしっかりと4名で固めているということで、鉄壁の布陣が取れていました。クレイジーラ君、このラウンドで6本目です。コンボルトを使うことでまだランプに行くのをしますね。 B ロングのスロー進行、横をついたが、ここはタケジェも見ていました。11交換、逆にこの11交換ではかなりクレイジーラ君が不利ですね。武器回収もされそうですから。 A ショートのスロー進行はマンチキンが抑えていました。残ったのは3名、バリアオブはエルボーに、そしてスポーン側からオルトローン、サイトラカリコン、ダーツが入ってるか。クラウドバーストの中、タンク役のマンチキン、しっかりと横からポポ勝ち。そしてスモークの晴れ際、マンチキンが決めました。こんなリーチを取っている。ナノスアームで呼び起こす。横からメイ、窓辺進行のメデューサ、ただ裏が早いぞ。
ラスバック正面の打ち合いメイン、スモークの中ではメディエサ、スポーン抜けな警戒、セチフェイク、まだな足音、そして正面からメイ、ラスバックエントリー構えている、スモークの中はジャッジ、抜けてきたところをメイが抑える、そしてそのままライティングレッド、おお、いいカバー、カバーもありました。 B でキャリアダウン、ただポポ勝ちがいる、おスカイスモーク越しにタッチバーンティール、トイズンオーブ展開、あと30秒、裏からマンチキン、一瞬頭が見えた、2対3、カウントダウン開始、ここでのロックダウン、エルボー進行しても壊されづらいような位置です。窓辺は落としに来たところをマチキン、そして最低のカーナロップワーム、うまいですね、アステル、ウィークイン、おガイディングライト、そしてリコン、確実なアビリティの合わせ、スポーン側もネスがフレンジで落としています。懐かしいですね、こう日本だと去年の夏ぐらいにフレンジーがすごい流行った時期ありましたけど、ありましたね、その時思い出すような、さあスポン側から飛び出たノリセン、タケシエとキルは取っている、ランカーだ、ヒヤリとしました、状況は11対3とかなり苦しい、でショート抜けていく、打ち合いに行きましたが、ライスモーク、スネークバイトを逃げ切れない、武器も回収できるか、武器2本持ち、ただ設置が難しい、おっと、ただ抜いているぞ、設置音、うーん、抜ききれない、ラプトリーいく、敵残り1名、残った1名、ガイディングライト、チアーチいけるぞ、その先にはメイクバトル、おー、11交換リザレクション、そのリザレクションを受けてA ショートを進行しているのはクレジーラ君、マンチキンのオペレーターが浴場を置いている、頭には当てましたが、ここはマンチキンアステレのキル、サイトナイン、オペレーターの射線が厄介です、オービタルストライク、ランプから逃げてきたところを逃しません、スティンビーコンでオペレーターを避けた、わー、 お見事、さらにオビタルステライクも避けて、決勝と日本がありました、ガチ解除か、レセンポポ勝ち、ガチ解除だ、おー、抜けた、スモーク越し、リピークを読んでいたマンチキン、イロンからオンドローン、ここはレーターの位置が割れます、おーっと、スモーク越しに抜いていった、さらにはノリ戦もダブルスモーク抜き、マドベアからのオリ、ネス、ツータップ、ガイディングライト、クラッシュバッター、このタイミングでのロックダウン、あと30秒、モーンからメデューサ、ぬるりと入ってきました、タイトナーからメイ、スポーン先に倒す判断、いい判断です、ガイディングライト、素晴らしい、そしてダブルピーク、試合はカバー合戦でした、そうですね、今メデューサが、オールドローンが来たことで一度引いたのを聞いて、アステルも前面詰めて、しかももう一度入ってきそうな場所に居座ることによって、今みたいにドローンはその先にジアチ、逃げられないぞ、アダゼリー、本当に逃げられないぞ、本当に逃げられない、完璧でした、窓部屋を取られてしまったリジェクト、レータのオフアングル、スモークなんかマンチキの HP を削りましたが、後続のネス、そしてリーロング、竹内が挟まれている、逃げられない、攻撃のずっと、ただオービタルストライク、竹地相手に大盤振る舞いです、スポンガル抜け、メデューサ、メデューサ、サイトラからネス、残されたな、ノリセン 1v2、
最後裏取りの光線にこの勝負の行方が左右されそうですが、ファーストブラッドはポポ勝ち、そしてしっかりと裏を取っているのはアステル。うん、アステルのこの自身が倒されない動き、いやー甘いですね。立ち回るアステル、おおヘッドショット、ディスは落としましたが、この2オン4絶望的な状況です。残されたのはタケシ、ファイティングライトを構えているメイン、そんなものは必要ないよと。最後はマイラッシュです。斉藤部エリアを広く取りに行っている、3次元でのエリア取り、マンチキン、ここスパイクプラント完了、しっかりと斉藤ラムに込んでクリアリングしていました。そしてレーザーの位置が取れるべですが、噛んでいるところ狙いに行きます、マンチキン。そしてその隙間、あ見えた、見スモークの晴れ際に飛び出したノリセン、そして左翼にも1名が確定、タイミングでの飛び出し、サイト中にはネス、残り1名、お互いのスモーク越しの勝負、バカ成功、アステラを巻き込まれてしまったものの、人としてやっていることはそうですね、やはり全体的には前を詰めている守りなので、そこをクレイジーラクーンに潰されてしまっていること、あとはその B サイト、コーナー1、ファーストブラッド、タド、これは苦しい。さあ C 側の2名が落とされました。リテイクの配置、3対5、アルティメットもないとかなり苦しい状況ですが、前に誘い込まれました。ここはメイが切る。しっかりと次のラウンドに向けたシーカーも貯めていきます。ここはスパイクバッカー成功、クレイジーラ君5本目、時間を置くことにおいてそのリジェクト側としても、その一度引いたかもしれないからもう一度 C 側に寄ろうかというタイミングでまた入ってきましたね、はい、特にそのオーメンのいいところってスモークがリチャージされますので、では焼きていきますね。そして熱もしっかりと2本目のワイヤーの位置、あと30分、おタイトライメディウスレーター、レーター乗り線、非常に速いリテイクでした。ニューラルセフトで位置も把握、設置位置も上がります。ガレージ寄り、うん、横からメデューサでした。ガヤ受け、うまい、カイトライレータが押される、本側からすでに入り込んでいますが、おや飛び降りたところ、タケジェゼファー本側からも入り込んでいました。サイドライン勝負に行きますが、ここはノリ戦、残されたポポ勝ち、スパイカメラで A ロングの入りは分かっている。さあここはセ、ただ今回ワイヤーは B 中、そしてガレージ、ただファーストブラッドマンチキン、ここ本当クレジラクーンのうまいところですね。はい、おお非常に速いより、パラダイム入る、サイト裏ナノサームで誘い込まれたメデューサ、ただゼファーレイダーすでにサイト中に入っている、オーバーヒールでフル HP のレーター、残り1名、ネスも落としていく、残されたアステル、あと10秒、しゃがみピーク、このラウンドもリジェクトです。3本、非常に強力なスパイカーの絵が仕掛けられてある。ああ、これあえて破壊してないですね、ネスは。さあショート人数をかけている、見つけた、あーただメイが光ってしまった、ブリンクイン、ただその先にはマンチキン、クラウドバースト抜けた先、マンチキンドリブルキル、スポーンのタケジェ、ワンブイツ、最後はネス立ち回りました。さあおっ、ラウンド落としてしまったリジェクトですが、エショットの前目の打ち合い、ここはレーターコントロール、アンダーズフューリー、斉藤君ピンポイントで狙っている、ただ巻きにいるノリセンには気づけている、さあタケジェ耐えている、メデューサのカバーを待って、斉藤君粘ります、このメデューサトリプルキル、素晴らしいカバー、井川アップダウンから入っていく、
最初へのマンチキンはメデューサ、すかさずニューランセット咲いた中レースを逃しません。そして正面ガレージからの乗り線挟み込んでいる。メイはシーカーを返していますが完璧に抑えられている状況、ここは解除成功。突っ込んできたメイ、詰めますか。ただシーナカは乗り線ゼファ焦る。ここはタゲジェイに押されます。そしてボンガーに抜けていたメデューサがダブルキルを取って飛んでくる。エロく強気に飛び出していたポポ勝ち、開始の離婚がかなりいいか。斉藤くん満期も張り込んでいます。ノリセンがキルを取るもしっかりと、あその位置に合わせる。ただルートはいつの間にやらそんな位置。ガレージからの進行、シーロンからの進行は7サムで止めている。アステルレイターを落としきった。ガレージのマドリケ警戒、そしてエーソとシーガーでの交戦。ああいいシーカー斎藤ら、アステルが耐えている。ノリ戦のカバーだが状況は2対3、残り HP 状況も非常に少ない。苦しいリジェクト、ショックボルト。どこからともなく飛んできたショックボルトがノリ線を落として、最後はメイ覗いたところはノリ線が落とした。そして確実に倒しに行く。逃げれませんね。アビリティ全て使ってもノリ線の HP が少し少ないか。お互いの腕が見えている。エリンクライディングライト、ここは11交換。エイリンク3名という配置。ただテレイジーラ君としてもフラッシュがないので苦しそうですね。しかもアルティメットも飛んできた。おっと正面抜けたポポ立ち、オービタルストライクで相手ここライディングライトから入り込むが、ここは焦る。そしてシュラウドステップ角度を変えました。アステルのダブルキル、ガレージのスロー進行はレータ、そして A ショートにはメデューサですが各所対応されていますね。残り1名、残されたノリ戦、C 側の進行、その先に待ち受けるのはネス。チャージ切れ、ガイディングライト余計をしていますね。さあシーロングの打ち合い、左のその C サイトの入り口の箱をうまく使ってフラッシュがまあ食らったもののうまく隠れたことで後から来るプレイヤーも倒しました。はい、あとはその A 側ラークをしているメニューさんに対してはここ勝ちがもううまく立ってマンチキンのオペレーターファーストバラットアステル抜きました。さらにネスも詰めています。ガレージ外、うおはは、シーロング勝負を決めるようなこのプッシュ、5対3、苦しい状況はリジェクト。ガレージの打ち合いもあってる、抜きましたレータ、人数不良を埋めるために強気にスポンガー勝負を仕掛ける。レータダブルキルを取るも最手内はネプレーター、リアはあるが最手内も怖い。あと10秒、残り時間10秒、中プラントオペレーター。